どうも皆様こんにちは、ケージチャンネルです。今日ね、ちょっとごめんなさい、頭皮スッカスカです今日どうあがいてもハゲてるんだよね。俺日によってフサフサだったりスカスカだったりちょっとあるんですよ。今日はスカスカデーなんで皆さんの視線こっちに来ちゃうかもしれませんけれども、ちょっとですね、今日の動画はグリードフォールというゲームをプレイしてみましたので、そのプレイ動画を一緒に見ていきましょうという、そんな動画となっております。冒頭3時間半か4時間ぐらいのプレイをギュッと30分に詰めましたので、気になってる方、迷ってる方、ぜひですね参考にしていただければいいなというところなんですけれども、グリードフォール、ちょっとね、プレイ動画に移る前に少しだけお話ししてもいいですか。どんなゲームかっていうと、まあ、もともとスチームでもう海外版で発売されていたんですけども、日本語対応されてなかったんですよ。で、PS4 版でこの度、日本語対応来ました。なんですけれども、結構すっげーマニアックなゲームです。アクション RPG なんですけれども、どちらかというと、まあ、ゲームの中では、いろんな人たちが問題を抱えてるので、その人たちの問題を解決するために、いろいろ走り回ることが多いんですが、ただその問題解決方法っていうのが非常に自由度が高くてね、相手を説得してもいいし、力ずくで言うこと聞かせてもいいし、お金払ってなんとかやり込めてもいいしとか、いろんな方法で解決できるっていう自由度の高いゲームで、注目してた人は結構してたんじゃないかなと思うんですけど、ただね、荒いです。作りがすごい荒いです。例えばその日本語吹き替えはなくて翻訳だけの字幕なんですけど、字幕が結構ね、間違ってんじゃねえかなって思えるぐらいちょっと際どい字幕になってたりします。なんか昔のゲームとかの用芸は割とそういうの多かったかもしれないですけれどもね。あと操作の感じもちょっとだけ癖があるかもしれないですね。ただマニアックなゲームって得てしてそういうところがあると思うんですよ。で、翻訳がちょっと読みにくいっていうのはストーリー系のゲームにおいて割と打撃は大きいかもしれないんですけれども、そこ乗り越えられるマニアックなゲーム好きな人はきっと突き刺さると思う。俺結構このゲーム、この参考にしてください動画はあんまり個人の感想を言わないようにちょっと努めておりましたので、まあ、プレイを見ていただいて皆さんでおのおのちょっとどんな感じか、自分は遊べるかどうかなど感じていただければいいんじゃないかとちょっと思っておりますので、ではプレイ動画いってみましょう。さあでは早速グリードフォール遊んでいきましょう。と言いますか、すでにプレイしているものを私が解説しながら見ていきましょう。結構ややこしいところもありますが、魅力たっぷりのゲームです。というわけで、ではですね、ゲームを始めてみたいと思います。難易度設定もありまして、ハードの上もあったりします。極めだってやばそう。さあ、そんなわけでゲームが始まりますと、主人公が肖像画を描いてもらってるところから始まります。なんか字幕の翻訳が結構癖があるなというところで、単語が間違ってるっぽいところもあったりするんですけれども、そういったところも乗り越えることができたならばかなりいいかもしれません。ただそんなに意味がわからないようなところは少ないので、身構えなくてもいいと思います。というわけでですね、主人公の、カスタマイズをね、行っていきましょう。プリセットがあるので、ある程度決められたものの中から選んでもいいですしね、自分の気に入ったものがなければもうちょっと細かく作ることもできます。男性、もちろん女性も選ぶことができますよ。女性、さあ、いろんなプリセットがありますね。髪型や顔、眉毛などなど、いろいろ変えられます。なんかね、女性はピンとくるものがなかったので、今回は男性でプレイさせていただきます。このプリセットですね。そしてカスタマイズが決まりましたら、今度はですね、クラスを選びます。3つの中から、戦士、技術、魔法と3つあります。これ悩むね。まあ最初なので無難に戦士がいいのかななんて思っておりますが、これどれ選んでも様々なプレイができますので、まあ自由に好きなものを選んだらいいと思います。クラスを選びましたら、この次はですね、属性を選びますね。これスキルかと思いきや、これスキルではないんです。スキルとは別にまたあるんですよね、これ属性っていうのが。これが非常に、これまた迷うんですよね。これだけで30分ぐらい迷ったんじゃないかっていうぐらい迷いましたが、今回クラスが戦士だったので無難にね、力を上げました。それ以外にもいろいろ気になるところがあったりしますけれども、皆さんは何で遊ぶのでしょうか。そしてね、その後能力っていうのがありまして、これもめっちゃ迷う。カリスマ、職人の技、直感、はたまたピッキングなんていうのもあったりしまして、これがですね、プレーの自由度に大きく関わってきます。悩む。今回はカリスマを選びました。これを選ぶとですね、
人と対話するときに相手を説得できる確率が高くなってくるんですね。まあ、チャンスが上がるということなんで、説得する機会が増えるか増えないか、そういう問題かもしれません。さあ、そんなわけでですね、ムービーすっ飛ばしておりますけれども、ゲームが始まりました。さあ、その辺の人に話しかけると、見てください、頭の頭上の上にこうやってね、文字が出る、この感じすごい硬派な感じ、これ突き刺さる人突き刺さるよね。ちなみにこの世界なんですけれども、病気がですね蔓延しておりまして、その病気を治すために新しく発見した島に行こうというところで、主人公がその島に出航するところから始まります。ただし、ただでは出航できない。あ、この人なんかがね、マリコールって言われる病気に苦しめられている会話なんかがあったりしますね。話しかけて話せる人に積極的に話すことで、状況っていうのどういうことが起きてるのかって分かりやすくなってくる。まあ、RPG の基本ですね。まあ、そんなわけで、ゲーム進めてるとですね、なんかちょっとですね、スティックを動かすことによってカメラが動くんですけれども、癖がすごい強くてですね、カメラ感度ちょっと下げました。カメラが変に動きすぎるところがあったので、ちょっといじっております。この辺のちょっとした操作の癖があるなんていうところも、マニアックなゲームならではかと思います。さあ、そんなわけで、このクルツという人に出会います。この人に戦闘のチュートリアルを教わります。さあ、何やらいろんな言葉の掛け合いをしているんですけれども、主人公とこのクルツっていう人は結構いい関係です。小さい頃からこのクルツっていう人に剣術を教わっていたようです。ただこの会話見てると、なんか皮肉の飛ばし合いに聞こえるので、最初一瞬仲が悪いのかなと思ったんですけど、全然そんなことはなくて、いい関係ですね。そんなわけで、戦闘の基本なんですけれども、まあ、戦闘は普通の攻撃と三角ボタンを押すことで、なんかキックで相手をよろけさせたりするんですね。この2つの攻撃が基本です。そして相手の攻撃はダッシュでかわすか、丸ボタンを押すと受け流すみたいなのがありますね。まあ、パリーに近い感じです。受け流してみましょう。受け流してください。そんなに難しくないですよ。受け流しましょう。そんなに難しくないです。タイミングはシビアではありません。受け流した後は多分反撃のチャンスになります。さあ、そんなわけで、攻撃と回避を駆使しながらこのクルツを倒しましょう。ただしですね、ちょっと待ってくださいね。今ダメージを食らいましたので、じゃあ傷を回復しましょう。で、このゲームはですね、いつでも一時停止できます。 L1 ボタンを押すとストップしてコマンド入力できます。で、今回は、まあ、このコマンドからポーションをそのまま使うこともできるんですけれども、ポーションをショートカットに割り当てて、そしてから使いましょうというチュートリアルになっております。さあ、ヒーリングポーションがありましたので、ショートカットに割り当てていきましょう。ショートカットは全部で3つほどあったりするんですけれどもね、今回ポーションは十字キーの上に割り当てました。皆さんが普段プレイしているゲームで回復行動がどれになっているのか、それに近いものに割り当てるといいかもしれませんね。さあ、そんなわけで戦っていきましょう。で、よく見ると相手のですね、 HP のバーにシールドマークがあるんですけど、あれを削り切らないとなかなかですね、ダメージが入りにくいっていうのがあったりするんですけれども、まあ、それはそのこの後でまたちょっと説明がありますので、今はこのクルツと戦うことに全力を尽くしましょう。これ多分初めてやったらですね、大体負けます、このクルツには。ただ私これ、撮影これ2回目なので、1回目撮影失敗しててですね2回目なんですよ。なので2回目ならばクルツにも勝てる。さあ、クルツの攻撃を弾いて、攻撃して相手のシールド値を削りましょう。なかなかダメージが入ってないなと思うかもしれませんけど、この後しっかりダメージが入っていきます。シールド値を削りましょう。さあ、シールドが削れたぞ。こっからがダメージがしっかり入るぞ。入ってきましたね。さあ、一気にやれます。さあ、いける。さあ、勝利いたしました。どうやらいい先生がいたらしいななんて言ってますけれども、クルツはそれ自分のことを指しているので、言い回しですね。
まあでも一見すると何を喋ってるんだか分かりにくいところっていうのは確かにあるかもしれません。さあそんなわけでこのゲーム剣だけじゃなくて銃器もあります。銃で撃ちましょう。で銃を撃つのは特定のそのコマンドではなくて、これもショートカットに入れて自分の好きなキーで割り当てられます。私は R2 を押しながら四角ボタンを押すと銃が撃てるように設定いたしました。なぜその設定なのかっていうのは、まあ、皆さんにもおそらくああわかるって思う方いるかもしれません。さあそんなわけで銃で撃ってます。 R2 を押して四角で銃、ちゃんとですね相手をターゲットすることもできます。さあそして次はさっきあの私説明しましたけれども装甲のお話が出ましたね。 HP の横にある、シールドマーク、まあこれ自分にもあるんですけれども、これをどうやって削るかというと、実は剣ではなくてもう一個武器があるんですよね。それなんかハンマーみたいなの取り出しましたけれども、相手の装甲を削るのに適した武器と、なんていうの、剣みたいな武器2つ持ってますので、切り替えてまずは相手の装甲を削りましょう。さあ一方的に削っていき、シールドを削り切ったら剣で攻撃っていうですね、結構アクション面白かったりするんですよね。ただまあ一応アクション RPG なので、そのゴリゴリ攻撃してると絶対避けられない攻撃みたいな相手やってくる可能性は高いかなと思います。さあそして続きまして怒りですね。まあまあよくあるタイプのやつですよ。ゲージが溜まるとなんかちょっとね、あの特殊な攻撃ができるってやつなんですが、さあ溜まったので使ってみましょう。これですね、相手を吹き飛ばすことができる攻撃なんでしょうかね。まあそんな感じで一旦チュートリアルが終了いたしました。さあそんなわけでですね、チュートリアルが終わるとクエストが一気にたくさん出てきますね。まずはですね、大元なんですけれども、まあ、出港したいんですけれども、船を出すために、まあ、今回の出港の中心になっているコンスタンティンっていう人と会うんですが、どっか行っていなくなっちゃったんです。でこの島を出るまでの一番の目的はコンスタンティンを見つけて出港するなんですが、それにまつわっていろいろなクエストが出てきます。まずこのクルツさんなんですけれども、配達業者がなんか荷物配達してくれねえんだよなみたいな問題を抱えているようですので、まあ、このクルツさんのクエストをこなしてみましょう。それ以外にもお偉いさん2人に挨拶に行くみたいなのもあるんですが、これちなみにクルツさんこれで仲間になります。クルツさんにも細かなステータスが設定されております。この画面だけでも好きな人は好きだよね、なんかわかります、リレーションシップレベルとか。そんな話してるとですね、ちょっとこうやってなんか可愛い女の子が画面上に見切れてきたんですよね。あれあらあら、何ですかね、ちょっと可愛いね。あれなんだろう、カスタマイズであんまりいい感じの女の子作れなかったんですけれども、うろうろしてる女の子はまあまあいいんじゃないですかね。ちょ、まあまあいいんじゃないですかね。この子でプレイしたい、この子でね、なんて言ってる場合じゃなくてクエスト行こうぜ。ちなみに主人公のステータス画面ですね。でこれがスキルです。たくさんありますね。レベルが上がるとポイントを割り振れますね、なんていろいろあるんですが、これ装備画面ですね。装備を変えると見た目も変わります。さあマップを開きましてクエストいきましょう。まずはクルツさんの配達業者の問題を解決しに行きたいなと思っております。というわけでね、マップ上を探索しながらクエストの場所まで行きましょう。まあ、一番最初のエリアなんですけれども、街が結構複雑に入り組んで人々もたくさんいたりして、生きた街ですね本当に。でたくさんのクエストがいっぱい出てくるので、一応ですねクエスト自体はそれぞれ、メインとサイドと分けられていて、進捗状況なんかも簡単に見れるようになっております。クエストが結構入り乱れてきます。その様子を皆さんに今回はご覧いただくというのが主にメインです。それがこのゲームの面白さの一つなんじゃないかなと思ってます。って言ってたら敵が出てきましたね。普通に街中に悪党がいましたので、こいつらしばいてやりましょう。先ほど、チュートリアルでね、しっかりと勉強してきたので、戦闘の仕方は全然ダメージ受けてますけれども、本当にすいませんということで、銃を撃ってくる敵もいますね。なら私も銃を撃ってやってもいいんじゃないのかな。さあそんなわけで敵に蹴りを食らわしたり、これね戦闘が結構僕は好きですね。この感じ好きですね。アクション性めっちゃ強いっていうわけでないですけど、
結構そのバランスが整ってていいんじゃないかなと。操作性がすごい良くなれば一気に万人受けするゲームになる可能性は高いかもしれませんね。まあ、そんなわけで戦闘に勝つとですね、戦利品を手に入れることができます。この戦利品結構重要ですよ。いろんなよく分かんないアイテムとか手に入ったり、金貨2枚とか大したことないと思うんですけど、最初お金全然なくてですね、クエストクリアするのにもお金も必要だったりするので、戦利品はしっかり取っておきたいです。でポーションとかいろんなポーションがあるんですよ。さまざまな効果がある。戦闘中にね、惜しみなく使っていきたいところではありますね。さあ何やら銃を手に入れたので装備してみようかななんてちょっと思ってですね、装備画面開いてます。見た目も変わります。ただし能力値がちょっと足りなくてですね、装備できませんでした。残念。これレベルを上げて、その銃器のレベルを上げなきゃいけないっていうことだと思われます。ただレベルが今まだ上がってなくてですね、ポイントがないので残念ですね。さあそんなわけでですね、配達業者のところにやってきました。こいつが配達業者で問題を起こしている。配達するためのお金を払ったのにこいつ配達しないで、さらにはもっと金をよこせみたいなことを言ってくるとんでもねえやつなんだよ、このベレー帽。てめえこの野郎、こいつが厄介だって言うんでクルツも手を焼いていた。さあそんなわけで主人公ですね、カリスマのレベルを上げていたので、一番最初でこれ説得できるんですね。金庫系で脅す 75%、 これは早速なんで使ってみたいと思います。いやー言ってくれ。 I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Prison. この説得で見事に相手を脅す脅していませんね、説得することに成功して、なんとか配達してくれるようです。いやよかったよかった、カリスマに能力振っといてよかったってここすげえ思いましたね。そんなわけで配達してくれるようなんで知らせに行きたいんですけど、その前に作業台を見つけました。この作業台を使うことで、武器をアップグレードしたりポーションを作ったりできます。とはいうものの、作成するためにはレベルが必要なので、まあ、スキルといいますか能力値が必要なのでまだできません。ただし一応見てみましょう。これ剣をもしパワーアップさせるとしたならば見た目も変わっていくんですよね。マジかよ、これすげえ楽しいやつじゃん。あ、絶対やりたい絶対やりたい、これやりたいですね。ただ今回はできないので、まあしょうがないから、じゃあ店で買うかなんてね、店に来ちゃったりするわけなんですよね。怪しい顔の商人ですわね。これいいね。ほっほっほっ、ちょっとふざけてるんですけれども、すいません。ただし今ですね、金貨が17枚しかないんですよ。これ金貨200枚前後必要なんで全然買えません。ということで、まあ、配達業者の配達が進むよっていうのを知らせに、この人に説明しに来ました。問題を片付きましたか言われてますけど、片付いたんですよね。大丈夫だったんですが、そうなんですが、この人ですね、もう一つクエストを出してきます。どんなクエストかっていうと、荷物を船に乗せたいんだけれども、乗せるには手続きが大変で、どうにかして乗せられないかなみたいな話なんですよね。密輸するとか、まあいろんな方法があるっぽいんですけれどもね。一つの問題が片付いたら、また一つのクエストが発生しました。じゃあこれ受けてやるか。さて船に積み荷を乗せるには、船のキャプテンに話をしなければいけません。この人ですね、キャプテン。この人じゃないよ、こっちの人ですね。キャプテンらしいですね、帽子がね、帽子がキャプテンらしい。ちなみにこの人の船に乗って新しい島に出港します。皮肉を言っちゃったみたいです。このキャプテンは出港まであんまり時間がないんだけど、コンスタンティンどこ行ったんだみたいな話をしてきます。さっさとコンスタンティン見つけてこいよって、ちょっと不安になっているようですね。コンスタンティンがいないと船を出せませんので、我々もコンスタンティンを見つけるために頑張りたいと思いますが、その前にいろんなクエストがあるぞ。それだけではなくて、このバスクって言われるキャプテンさんもクエストを出してきます。なんか乗組員が一人いなくなっちゃったそうなんですよね。乗組員を探してあげるクエストが発生です。探してあげましょう。ところで
荷物を載せたいんだけれども自分たちの要求もしっかり伝えておきたいですね。そうそうそう、商品積みたいんだよね。だけどダメらしい。やっぱりね、船にね、荷物載せるにはね、手続きが必要だそうでして、密輸とかしない限りダメなんじゃないのみたいなことを言ってきます。無理難題を吹っかけられたみたいですね。だけど目録を改ざんしてなんとか載せちゃおうぜみたいな悪い顔してますね、主人公ね。じゃあ目録を改ざんしちゃいましょうか。え、悪人プレイ始まっちゃうこれ、まさかのね。というわけで目録を改善するための倉庫に来たんですけれども、どうやらここ入っちゃうと戦闘になるみたいですね。戦闘にならずになんとか入る方法がないかなとちょっと探し回っちゃったりするんですけれども、どうやらですね、変装して潜り込むか、あるいはなんかここ見張ってる人たちを眠り薬で眠らせようぜみたいな話になります。眠り薬かよ、なるほどね、一筋縄ではいかないようです。では眠り薬をねちょっと作って飲ませる方向に行ってみましょうか。というわけで作業台にやってきました。ここで眠り薬も作れちゃうんですが、もちろんなんですけれども材料が足りません。材料どころかこれね、科学の力レベル1が必要なんですよ。だから結局作れないんですよね。科学の力レベル1を獲得するにはレベル5まで上げなきゃいけないので、あら、これ無理なんじゃね、無理なんじゃね、もう詰まった、行き詰まった、あー詰んだわ、思っちゃいました。ということで仕方ないからコンスタンティンの居場所を探す別のクエストに手をかけます。どうやら酒場で暴れていたみたいですね。なんかね、コンスタンティンが暴れてこの酒場の家具とかがねぶっ壊れちゃったみたいな話をこの酒場の主人はしてきます。壊れた家具の弁償もしくは修理をしてくれれば情報を渡すという話です。弁償はちょっとお金がないんで勘弁してほしいということで修理にすることにしました。修理するためには金属製のダボが必要です。ここでもアイテムが必要になりますね。結局金かかるんじゃねえのなんて思いながらお店に来て、金属製のダボ売ってますね。だけど2つしか売ってないんですよ。合計4つダボが必要なので足りません。どうしよう、このクエストもここで行き詰まっちゃいましたね。まあ一応このダボは買っておきましょう。というわけで行き詰まったので違うクエスト行きました。お偉いさん2人に挨拶に来るっていうクエストなんですが、まずはこの人、サヒン大使っていう方ですね。だこの人に挨拶に来るとやっぱりクエストが発生しました。なんか街の中でペテン師がいると、怪しいものを作って売ってるペテン師がいるから、そいつをなんとかしてくれと、そんなクエストが出てきました。何でも治る万能薬を売ってるってさ、そんなもんがありゃいいんだけどね。というわけでやってきましたペテン師の元へ。怪しい、見た目からに怪しい、どう見ても怪しいよね。ちっちゃい丸眼鏡は怪しく見えちゃいますよね。さあ何でも治る薬だということで売ってるらしい。民衆もすっかり騙されかけているが、盗んできたポーションを無理やりこいつに飲ませようぜっていう話になって、なんとかしてこのペテン師を追い詰めることに成功します。焦ってますね、焦ってますね。あれ、あ、逃げられた。こんだけ人いて逃げられるかね。しかし、いや、しかしここは追い詰めて何としてもクエストを一つ、ね、クリアしたいですよね。ここまで来たらペテン師を追い詰めろ。宿屋に逃げ込んだらしい。待て待てー、ということで追い詰めてくることができました。だけどね、この人の話を聞くとまたちょっと事情が変わってきまして、この人実はちゃんとしたいい薬を作っているようでして、さっき話したサヒン大使っていう人の方がちょっと危険なやり方で薬を作っていると、それで仲違いしてしまって彼に追い詰められているという話だそうです。なので私このペテン氏をどうしてくれようか、どうしてくれようかっていう話なんですが、ここも選択肢がもちろん出てきます。さあ逮捕するのか逃げるのを手伝うのか、今回は逃げるのを手伝ってあげましょう。どうやら悪い人ではなさそうです。とはいうものの、逃げるためにはさっき騙されてた民衆がこれ怒ってね、宿屋の前に集まっちゃいました。あのペテン氏を縛り首にしろなんて言っちゃってますね。あー怒ってますね、怒れる市民です。
さあこの人たちを何とかしましょう、ね、何とかするのに直感的っていう方法もあるんですが、これはスキルポイントが足りてないのでできません。和解を提案しましょう。最高級のポーションをあげるから君たち帰ってくれないかと。ポーションをくれるんならじゃあ帰ってもいいよと民衆の人たちは納得してくれます。ということでポーション買いに来ました。金が足りません。1個しか買えない。合計6個必要なんですけどね、というわけでお金が足りないのでこのクエストも一旦行き詰まることになりました。マジかよ、一つのクエストも解決しねえ。ということで、じゃあ違うクエストをちょっと進めようかななんて思っております。もう一人のねお偉いさんに挨拶に来ました。このお偉いさんに挨拶に来ると多分クエスト発生するんだろうななんて思っております。ヒゲの形がいい感じです。さあこの人が出してきたクエストはこの町に異端者がいると、異端者を捕まえて連れてきてくれないかというような話になっております。なのでその異端者がまずどこにいるのかみたいなところから探っていきましょう。というわけで情報収集にまた港に来ました。キャプテン、なんか知りませんか。すいません、異端者について尋ねてみましょう。おい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 、怪しげな人を捕まえているということだそうです。刑務所に突っ込まれてるらしいですね。というわけで刑務所に行きましょう。そこに行って会えば話が進むのかななんて思っておりますが、さあただしですね、この刑務所別の勢力が支配しているので入れないんですね。ナウツっていうのはあの船乗りたちの勢力だと思われます。入れません、これも行き詰まりました。いやマジかよ。じゃあちょっと話戻って、キャプテンがお願いしてたなんかその乗組員が一人いなくなったみたいな話ちょっと進めようぜと。また別のクエストです。情報収集からだ。まずはこの人に情報を聞く。Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah.ナウツっていう船乗りの人たちは顔に入れ墨が入ってますね。皆さん特徴的で勢力が分かりやすい。ちなみにこの小屋にはですね宝箱がありまして、これちょっとね開けると水兵のピーコートを手に入れます。これちなみに船乗りに変装できます。なので別の攻略方法とかもちょっとこれまた出てくるんですが、とりあえず一旦乗組員を探します。またこの人に情報を求めます。Talking about Jonas. You bet your stars I know him. But like I've been crying to the nine deaf winds. そして居酒屋のこの親父にも情報収集。結局船乗りは酒場に来るんだね。なんだかんだでなんかよくわかんないんですけど、お金持ちの家にたどり着きました。これ話をまとめると、船に乗ってたその船の乗組員ってもともと今話したお金持ちの家の息子だそうですね。とある契約からその船乗りに子供を渡したそうなんです。すごく昔の話だけど、その両親はそのことを後悔していて、息子が戻ってきた折にその息子をさらって自分たちの元に戻したようです。さあ話が複雑になってきました。というわけで息子が捕らわれているところに行ってみましょう。ここにはお父さんもいましたね。ただし息子さんは船に戻りたがっているようなので、ここはお父さんを説得したいです。何としても。あ、出ましたね、時伏せるがあります。これカリスマのおかげでまた説得できるようです。彼を時伏せるよう試みましょう。You've taken your son against his will and have him locked up like merchandise in a warehouse.おっと、どうやら成功したようですね。これ説得する方法がなかったらまた別のものを持ってこなきゃいけなかったり、もしくは戦闘になったりなどだったのでしょうか。というわけで、あ、いましたね、船乗りの乗組員。やっと一つ解決したんじゃないかな、これで。
彼自身も船に戻りたいと、船こそが自分の家族だというふうに感じていたようですので、この結末はこれはこれで良かったんじゃないかななんて思っております。ちなみになんですけども、この牢屋、爆破で壊すこともできたようですね。なので別のスキルがあれば違う方法で彼を助けることができたんですね。まあともあれ、バスクに報告しましょう、乗組員いましたよということでね、どうやら喜んでくれたみたいです。ナウツからの評判も上がりました。そして私のレベルも上がりました。やったーということでスキルが上げられますね。でね、私はできればスキルじゃなくて能力を上げたいんですよね。ポーション作れるようになったりとかしたいっちゃしたいんですけれども、これはレベル5にならないとできないのでちょっと残念なんですけれども、今回はスキルに割り振ります。さあそんなわけで、先ほどね、Pコートを手に入れたので、Pコートに着替えることでそのナウツの勢力の場所に侵入することができると思われますので、ちょっと装備を変えます。もたついてますけれども装備を変えます。初めての操作だったのでね、ちょっとよく分かんなかったんですが、はい、これでナウツのふりをする、変装することに成功しましたね。よし、これで牢屋、さっきの牢屋に行きましょう。私もナウツだよと、まんまと騙されてどっか行っちゃいましたね。じゃあこの牢屋を見てみましょう。あ、いましたね、この2人ですね。この2人が異端者とされていたんですが、実はこれまた話が違うくて、この2人ただの歴史家でして、この2人の提唱する説に気に入らなくなったお偉いさんが異端審問にかけて処刑しちゃおうとしたらしいんですが、それはかわいそうですよね。この2人をなんとか逃がしてあげたいので、ブリッジ同盟大使と話す、これによって逃がせるんじゃないかと、平和的な解決を望んでみました。ちなみにこのブリッジ同盟大使っていうのはサヒンさんですね。最初の方に出てきました、このターバンおじさん、ペテン氏をどうにかしてくれって言ってきたおじさんです。ちょっと聞いて、逃がしてあげたい人がいるんだよね。もちろんただでは言うこと聞いてくれません。ペテン氏を何とかしてくれたらやってもいいよみたいなこと言われちゃいます。マジかよ、ペテン氏何とかしなきゃね。さあというわけで、じゃあペテン氏なんとかしなくちゃな、ポーションをなんとかして手に入れよう、そう思ってうろうろしていたらですね、なんか声が聞こえてきました。あれ、コンスタンティンって書いてる、ここにいたんですね。うろうろしてたらコンスタンティン見つけちゃいました。この人を連れて船乗りのところに行けばとりあえず出航はできちゃうんですよね。こいつを探すためにいろいろやってたんですけれども、見つけちゃったので全部無駄だったんじゃないかってちょっと一瞬思っちゃいますよね。で、まあ、どうやって助けるかっていうと、まあ、ステルスしてますけれども、これこの後結局見つかって戦闘になりますね。あ、ステルスいけるかな、ステルスキルとかあるのかなと思って、あるんですね、だけど見つかっちゃいました、残念。まあ、いいんですこれで、なぜなら私はその戦闘特化型のスキルにしてるので、戦って解決するっていう方法もありなんですよね。なのでもうなんかこの悪党どもにね捕まっちゃってたんですよね、コンスタンティン君。なので助けましょう。さあ、おいおい落ち着けよと、コンスタンティン俺だよ俺俺。ちなみに主人公はコンスタンティンのいとこです。そんなわけでコンスタンティンが仲間になりましたので、服がねオンボロなので綺麗な服を着せてあげてください。言っても貴族なのでいい服装にしてあげました。さあこれで出航できるんですけれども、他の気がかりなクエストちょっと片付けちゃいましょうよね。なんだかんだでお金が貯まってたんですよ。かなりギリギリでしたけれどね、必要な数のポーションを購入しました。全財産これでなくなりまして、まあ、この市民たちにポーションを配りましょう。
これでお前たち許してくれねえかと。どうやら納得してくれたようですね。さあ帰った帰った。さあこれで例のペテン師を、いやもうペテン師じゃないんだけどねこの人ね、錬金術師のおじいちゃんをですね、なんとか無事にこの町から出すことができました。連れてこいって言われてたんですけれども、逃がすことにします。さあそんなわけで無事に逃がした後、さっきのねターバンを巻いたおじちゃんサヒンさんのところに行きたいんですけれども、飛べるらしい。直接戻るだって。ありがてえ。さあそんなわけでターバンおじさん、あのペテン師さんなんだけど逃げられちゃったわ、嘘つきましたね。逃げられたんだけれども、もう二度とこの町には来ない、安心してくれ。さあ君の言うことを聞いてあげたので、今度はこっちの言うことを聞いてほしいよねという交渉に入りますが、どうやら引き受けてくれるようです。歴史家の2人をこの町から逃がしてあげましょう。理不尽な理由で異端審問にかけられて処刑させられてはかわいそうということで、なんかお礼されちゃいましたね。ちなみにさっきのですね、錬金術師の方を助けたり、このおじいちゃん方助けたりすることで金貨をたくさんもらったので、結果的にプラスです。お金はやったぜということで、もうねこの町出航しよう。まだねクリアしてないクエストもあったような気もするんだけれども、もういいよということで、早くね、メインの島に出航しちゃいましょう。さあいざこの船に乗って行くぞと思ったら、なんかですね騒がしいですね。何が起きているんでしょう。あれ、あら、なんか出てきた、化け物出てきちゃったんだけれども、あ、そういう感じですかこのゲーム。いやそういう感じなんですよ、ファンタジーです。ということでボスですね、こいつを倒しましょう。そんな簡単に倒せるのかな。なんとか銃でダメージを与えたりっていうかね、こいつにもやっぱりシールド値があるので戦い方は一緒ですね。トンカチで、ハンマーで、トンカチって言っちゃった、ハンマーでねシールド値をしっかり削っていき、ダメージが入るようにしてからダメージを与えていくんですけども、これちなみに銃で撃つと相手のシールド値が残っていてもダメージが入るんですね。銃は結構優秀なんて思ってます。さあそんなわけでシールド値をしっかり削り切ったところで剣に持ち替えて、まあ、銃もすごい効きますけれども、さあバシバシ当てていきましょう。あ、これなら倒せる。なんかね雰囲気的にブラッドボーンを思い起こさせそうなんですけれども、操作の感じはそんな感じではございません。ウィッチャー3っぽいかなっていう気がします。結構強かったです。ちなみに敵の一撃重たくてポーションガブ飲みしちゃいましたね。さあなんとかじりじりと削っていきましょう。さああともう少しのところまで来ました。あー、相手も本気ですね。這いつくばった攻撃でかわせないじゃんそんなのとか思いながら、ポーションで回復しつつ、あと一発銃で撃てばいけるんじゃない、いけるんじゃないと思ったんだけど、ここで銃の弾薬がなくなりまして、やばい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 。でも一撃、あと一発、あと一発、あと一発、よっしゃー、倒しました。白熱でした。あら、なんかこのシーン、グリードフォールのなんかトレーラーで見たことありますね。これから行く新しい島にはどんな苦難が待ち受けているのでしょうか、どんな人々がいるのでしょうか、それを思わせるに十分なオープニングだったのではないかなと思っております。オープニングって言ってもこれ3時間ちょっとですけれどもね。さあというわけで船で出航し、ここからゲームが始まるよというところでした。さあというわけで、プレイ動画見ていただきました。今回はですね、私のワイプとか抜きで
あのナレーションだけちょっと当てさせていただいたのは、なんて言うんだろう、ゲーム実況として作るには結構難しかったので後付けでナレーションだけという形にさせていただきましたけれども、ゲームの全貌というか、まあ一部、感じ取っていただけたらななんて思います。そして、まあ、どんなゲームのプレイフィールになるのかを、まあ、皆さんそれぞれ判断していただいて、遊ぶか遊ばないかの、まあ、判断材料にしていただけたらとても嬉しいななんて思っております。というわけでね、今日結構長い動画になってた可能性があるんですけれども、ご視聴いただいた皆様本当にありがとうございました。あっ、ダメだよね、デコ近づけたらハゲてんのがバレちゃうからもうバレてんのかな。というわけで今日はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね、マニアックゲー好きな人ぜひコメントください、マジで。